それでは今回は、最近、走っているこの六条グランプリのレイアウトで、まず箱出しの状態のトレーニングモード、次に箱出しの状態だけどもトレーニングモードを解除した状態、そして最後に、リアタイヤに、グリップのいいタイヤを変えた状態の3段階に分けてタイムアタックをしてみたいと思います。今回は、まずちょっとコースの説明からします。コースの方はここからスタートして、まず外周ですね、外周をこのように、回って、これ8の字で回って、でこちらから回ってここまで来たらゴールになります。これを今回、各2回やったタイムの方をちょっと測ってみたい、いや3回にしようか、3周にしようか、3周にしますか。じゃあ今回ですね、ちょっと2周だとあまりにも早いと思うので3周ということでやってみたいと思います。それではまず箱出しトレーニングモードからいきます。よーいスタート。トレーニングモードでもちょっとスピードがオーバースピードになると巻き気味になりますね。それで2周、あともう1周ですね。結構本気で走ってます。ゴール。はい、トレーニングモードは20秒99でした。ここからですね、トレーニングモードを解除したいと思います。トレーニングモードの解除の方は、まあ、こちら握ったままスイッチですね。はい、解除できました。このモードではリアグリップが正直かなり不足しているので、ちょっと思い切りは走れないので、ちょっと探り探りのな状態で走ってみたいと思います。それではお願いします。3周です。はい、よーいスタート。さっきよりも速度は全然速いんですが、あのリアタイヤがやっぱちょっと心もとないのでフルスロットルまではさすがに入れられません。でもあれ僕うまいかも、全然ミスらない。はい、これで2周。さあどうだろう、さっきそういえば一体何秒だったっけ。さっき20秒です。20秒。いやーこれで、あーしまったー。あーマジかー。はい、ゴールです。はい、24秒2でした。あれさっきより遅いです。途中まで何秒だったか見てた。2周目終わったぐらいまで、途中までですね、あのちょっと若干1秒ぐらいちょっと早くいけたかなっていう感じでしたね。あー1秒早いためにこのリスクはでかいかな。トレーニングモードでいいんじゃないかっていう。で最後ですね、今回最後は先ほど言ったようにリアタイヤ今外しました、このラジアルタイヤ30ですね。まあ、ちょっと中古なんですけども、こちらに変えたら全然グリップが上がりますので、こちらに変えて最後、タイムアタック、タイムアップを狙ってみたいと思います。トレーニングモードに負けちゃったよ。マジか、やっぱ3周目って難しいんだね。よし、よし、はい、リベンジでいきます。これで最後、よし、お願いします。はい、じゃあ行きます。よーいスタート。すげえ、もうバツグバリグリですね。もう全然スピンする気配がないですね。今回はさすがにフルスロットで入れられてます。ボール、はい、あー素晴らしいです。今回は18秒19でした。あの一番最初のトレーニングモードから2秒速くなりました。この2秒がですね、2秒速くなる2秒かみたいなところなのか。だから逆に言うと最初のトレーニングモードがあの速度も遅いしグリップもないし箱出しだけどもとてもバランスが良かったっていうことが言えるのだと思います。あのよくトレーニングモードだとやっぱ遅いからって言ってすぐ解除してノーマルの状態で走らせてしまいがちなんですが、まあちょっとやっぱり僕がやっても
ちょっと偉そうですけども、上級者の僕がやっても逆に遅くなってしまうという結果になってしまいましたので、まあ、その状態で練習するのももちろんありだとは思うのですが、まあ、あのその状況状況に合わせて、まあ、トレーニングモードだったり解除したり、リアのグリップを上げたり、して、楽しんだらいいのではないかと思います。今回はこんな結末になりました。